とう北海道、そしてよろしく青森。はい、おはようございます。本日は2021年9月の7日火曜日でございます。現在北海道を出て青森県八戸港に来ております。時刻が朝5時。めっちゃ早いっすね。寝不足ですね、本当に超眠いです。そんでもって八戸に到着したらさ、めちゃめちゃ綺麗な朝日がお出迎えですよ。わあ、すごい綺麗。やばい、めっちゃ寒いんだけど。青森、北海道より寒いんじゃないこれ。寒い。今日の予定なんですけど、奥入瀬渓流に行こうかなと思ってます。1年前に初めて函館から青森に行った時はそちら側に行かないで白神山地の方に行っちゃったんで、まあ今回まだ青森の行ってないエリアに行こうかなという感じですかね。おお、めっちゃ田んぼ広がってる。わあ、なんか東北に来たって感じの風景だなこれ。おお。はい、ということでですね、奥入瀬館にやってきました。なんかとりあえず奥入瀬渓流のことは奥入瀬館に来れば大体わかるらしいんで、ちょっとここでね、いろいろと調べてみたいと思いますよ。奥入瀬渓流館、いやどうなんだろうね。奥入瀬渓流館っては、コロナでやってなかった。はい、ということで産卵の乱れにやってきました。めっちゃ空気きれいで美味しい。なんか川のせせらぎが半端ない感じですね。岩ガト休憩所、おお、これが石ゲトらしいですね。すげえ。なんか昔ここでなんか美女の盗賊がいて、旅人から金品を奪うっていうことをやってたっていう伝説があるらしいんですよね。いや怖っ、めっちゃ物騒な伝説やん。まあでも美女の盗賊なら、なんかさっきの産卵の流れと違って川の流れがすごく穏やかですね。アシュラの流れだって。わあ、すごい、めっちゃ綺麗。千筋の滝ちょろって出てる。雲井の滝、白糸の滝、着いた。十和田港に到着しました。いやー、ということでですね、奥入瀬渓流約14キロ走ってまいりました。なんかね、道中はもうずっと川が流れてるから声が全然入んなかったんですよ。なんでまあ今ここで感想を言うと、すごいね、川のせせらぎが静かでね、穏やかな雰囲気でした。すごい幼稚な感想だね。でもね、景色も綺麗でね、
岩の苔の感じとか緑の感じがすごい穏やかで綺麗でした。ただまあ個人的な感想を言うのであれば、屋久島の方が好きな雰囲気ではありました。でもね、すごい奥入瀬渓流良かったので、ぜひ来てみてください。そして十和田湖でございます。天ぷらラーメン、はい、ということでお昼ご飯食べてきました。美味しかった。ヒメマスが結構ね、サーモンの仲間らしいんですけど、サーモンよりもちょっと味が淡白で落ち着いてるような味がしてて、すごく食べやすかったですね。ということで今日この後はね、岩手県に入って盛岡市まで行きたいと思います。ということで岩手ゴー。おー、十和田湖めっちゃ綺麗やな。いや、ちょっと今日朝4時起きだったからさ、さすがに眠たいわ。ちょっと昼寝します。天気や。いや本当にやっちゃったよね。いや、それでちょっとぼーっとしちゃって標識を見落としてしまいました。ちょっと集中力が切れてましたね。ちょっと休憩不足というか、大変申し訳ございません。はい、罰金が5000円でございました。ちょっとね、ここ YouTube で使うかわからないんですけど、今郵便局で罰金5000円払ってまいりました。これはもう完全に僕が悪いです。まあ慣れない道っていうのと、朝4時半からバイクを運転してて、ちょっと体調管理とかね、休憩の調整とかをちょっと失敗してしまったのが原因かなと思います。すいませんでした。はい、ということで今ね、岩手県盛岡市に到着しました。いやー、長かったね、本当に疲れました。で早速ね、今日の夜ご飯、岩手県といえばじゃじゃ麺ということで、白龍さんにやってきましたよ。